最後にパーカルっていうのをちょっと入れてみてますね。追い込みなんですけどね。そうですね、これがパーシャルに、はい、飛ばして意識して、はい、もうちょっと、はい、3、4、5、6。上半身、はい、二の腕、女性必見です。じゃあ、そうですね、早速。道具なくてもできる。筋肉トレーニングとか筋トレってみんななんか重たいものを持ってやるのが筋トレだと思ってるんですけど、それをやんなくて大丈夫です。もうほぼ自分の自重トレーニングって言うんですけど、自分の体一つでトレーニングって基本的にできるんで、でそれが大体できるようになってから、なんかアイテムを使った方が怪我の元にもならないんで、うん、なんでまずは自重トレーニングって見た目地味で、そんなんで本当にいいのって思うようなトレーニングが本当は体に一番いいんでね、それを今からやっていきます。はい、やり方、手を三角トライアングル、手で作りますね、プッシュアップで、ちょうどこの手の位置が下ろした時に鼻に来るようにしてください。胸効かす場合は胸のところに手が来るんですけど、今回はここの二の腕ですよね。女性の方やって男性、腕を太くしたい方とかには結構効きます。効きます、はい、で今からちょっとやってもらうので、はい、手を三角にします、はい、でちょうど鼻がその三角のところに来るようにポジションをつけます、はい、でこのまま腕立て伏せみたいに体を起こしますね、はい、でこのまま肘も上げましょう。それももうプッシュアップなのでこう上げちゃいましょう。膝はついておいて、女子でもししんどい場合は膝をついて、こういうこと OK です。そうです、そうです、そうです。それでピタッとつかないようにギリギリまで、はい、で上げます。これ結構きついです。で足もね、靴下履いてやるとちょっとできないので、これスニーカー履いてやりたいな、下のグリップがいいところで、ね、ちょっと壁に足をつけてもいいかもしれないね、うん、足が滑ってね、靴の壁につけるか、ちょっと畳調整で、ね、これで後ろが逃げないようにしましょう。結構ここのね三頭筋結構くるので、はい、はい、はい、3、ここを意識しますね、4、はい、5、6。女性の場合はね結構これきついので、膝ついてやっていただいて全然問題ないと思います。あと1回でしょ、はい、10、はい、 OK です。あ、これね結構高負荷かかるので、あのこれだけで腕ムキムキになります。ごちむしゃになります。すごい汗かいてます。代謝がいいな。めっちゃくるで、これ多分本当に女性の方でできない人は本当にもう本当に今言ったみたいに縦膝か、それか本当にびっくりする女の人って筋肉ない人いるじゃないですか。私、そう、その人は多分これ多分これ僕勝手に今思ったのが、こういう壁とかにこういう状態にしてこれでもいいと思う。これでも本当多分これでも女の人は多分プルプルすると思う。本当に多分それぐらいめっちゃ効く。これは見て、このさっきまで汗かいてなかったでしょ僕、腹筋やってる時一気に来た、やばい、はあ、伝わってますか皆さん、めっちゃしんどい。いっぱいコメント来てるからもうあれ読み切られへんね。いっぱい来てるよ。ひろとくんがなんかすごい言ってくれてます、いらっしゃいませゆっくりしててねって。さあ時間がやってまいりました、はい、2回目いきますね。はい、行きましょう、スタートです。これが結構ね、お、ハクくん見てますね。これねマジで、そう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 、鼻の位置をギューッと持ってくると、で大事なのは肘が伸ばしてることですね。これ三頭筋鍛えるときは肘が伸びきらないといけないんです。よっしゃいやこれほんとしんどいから、これこれね、ほんとこうこういう状態で入るんですけど、みんなこの曲がってる状態でまた行っちゃって、もうこんな感じなんですよね。これじゃあ三頭筋効かないので、伸ばしきって縮める、しっかり伸ばすっていうこの腕の動きがしっかりできてるんで、はい、きついです10回は、うん、マジきついわ。
これもうワンセット、もうワンセットわかりますね。今言わんかったらなかったのかな。ちょっとこうネガティブトレーニングにもなるので、久しぶりだ。なんかこの楽しいや、このパーソナルで、このもう一回来るのかなっていうドキドキ、あ、やっと来たっていうこのドキドキ、久しぶり。ド M じゃん。だって前のトレーニングの時もこんなのだったもん。朝一から朝一から俺何してるのかなって、もうなんかトレーニングの時中2で髪の毛が出ちゃう、すごいいっぱい、うん、まあしょうがない。さあ、あと30秒ね、休憩した後最後のね、ちょっと追い込みもね、はい、やりますけど、でもあの皆さん、やっぱトレーニングは気持ちがいいです。気持ちがいいです、トレーニング、めちゃくちゃ気持ちいいですよ、トレーニングは。で次、あの3種目目、まあ3セット目入るんですけど、まあ10回やった後に最後にパーシャルっていうのをちょっと入れていきますね。追い込みなんですけどね。まあ今ね、単語が分かったんでね、僕あんまりこう笑顔がなかったですよね。あー来たかみたいなね。はい、はい、では行けまーす。はい、しっかりこの時も疲れてますけど、姿勢は絶対に意識してください。はい、1、2、2人でする時はしっかりこう体のサポートもね入れてあげて、しっかり伸ばしてるかどうかだけの確認はしましょう。はい、5、6、7、8、9で10終わって、パーシャルで半分まで曲げてすぐ伸ばします。はい、1、そうですね、これがパーシャル2。はい、伸ばして意識して、はい、もう一度、はい、3、4、5、6、7、8、9、10です。はい、マジ本当これね、最後のこれね、本当ね、プルプルしてます。これきついですよね。マジきつい。もう顔のアップ、グラップにしてる。やばいか。これをね、ぜひ3セットね、こなしていただきたい。そう、ほんとね、二の腕のトレーニングってなんかこれもね、なろうにしてやるのもいいけど、こういうのがめっちゃ効く。なんか今ちょっと僕下でお水飲んできます。いいですか。あ、持ってきてあげる。あ、あ、本当？あ、違う、それプロテイン。あ、これプロテイン。水入ってる。持ってきたよ、かじゃ。持ってきて、うん、あれに入れて。あー、マジできつい。久しぶりなんかね、何このトレーニングやった後の、うんうん、この自分の腕のこの感覚が分かんない感じ。なんかパンプして、そう、パンプして、なんか自分の腕の感覚ってこんなんだったっけなみたいな、なんか軽いのか重たいのか分かんないやつ、めっちゃ効いてる。これが楽しくなるんですよね、トレーニング。そう、ついてるって感じが、効いてるって感じがする、ね、効いてるって感じがして、自重トレーニングでこんだけ効くんで、ウエイトでわざわざこういうのとかねやんなくてもめっちゃ効きます。うん、気持ちいい。ちょっと休憩タイムですね。だいぶ疲れてます。いや、これみんな疲れるでしょ。みんな疲れますよ、これ。僕でも疲れます。僕だけじゃないですよ、これ疲れるの。そうなんですよ。よかった、ゆうたさん頑張ってねって、まあ、コメントいただいてます。皆さん、僕頑張りますよ。本当にね、あのトレーニングは結構楽しいんですよ。でトミー、はい、結構ここの筋肉ついてるよね。ここのね、やっぱりスノーボードしてるから、ここの比率がやっぱりしっかりしてるよね。そう、多分でもこれね、量子についてるから、この、この、ああ、なるほどね、こういう動き。ありがとうございます。アルカリイオン水、あ、アルカリイオン水が、はい、あの10回できなければ、はい、できる回数をとりあえず2分おきに、あの3セットじゃあ、はい、じゃあまたカメラ回ってやるだけで十分かな。まだあるんで、二の腕の水もあとある。どうだろう、多分もうそんなにできんよ、トレーニング。トミー、いつもパーソナルトレーニングって何分ぐらいやる？1時間もやる？器具使うことも多いから、うん、だいたい1時間以内で、ね、うん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 、インターバルとか全部入れてるよね、ちゃんと、うんうん、準備運動も入れて、うん、で長い時間トレーニングすると、うん、どうなっていくのかっていうと、うん、まあしっかりアミノ酸を摂取して、うん、トレーニングしたりとかだったら
まあいいんですけど、あんまりこう長時間やりすぎると筋肉の分解っていうのも起こってしまうので、うん、結局有酸素運動に近くなってくるんですよね。無酸素運動でやってると、まあぶっちゃけ 2,3 時間持たないんですよ、うんうん、やっぱり 2,3 時間できるトレーニングをしてしまえるってことは有酸素運動なので、だら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 ね。そうですね、筋量も落ちやすくなるので、きっちり時間決めてきっちりやる方がいいと思います。じゃあスペシャル、スーパースペシャルゲストです。バランスボールの使い方っていうね、先生が来ました。はい、バランスボールの先生が来ました。でも子供の頃からこうやってバランスボールで遊ぶのはやっぱりね、とても体幹鍛えていいです。キーちゃん、ちょっと今からパパまだトレーニングするからちょっと後からやって。嫌じゃないの？じゃあ外でやって。よし、じゃあ次は何しようかな。結構今痛かったな、聞いた。大丈夫？次どこ鍛えるかな。どこがいいかな。次お尻、お尻いきますか。お尻、あ、お尻知りたいですね、個人的に。女子ね、ちょっと聞かしたい、うん、タルタル。そしたら、まあその前も僕の配信でね、はい、ちょっとさせてもらったんですけど、ちょっとまずこう、まず基本的に基本のスクワットもちょっと、まあ他にもちょっと何種類かお尻を入れていこうと思いますけど、やっぱり立ってスクワットをするんですけど、綺麗な姿勢でなかなかできないので、はい、椅子を使ってちょっとゆうたくんにはやっていただきましょう。わかりました。はい、はい、でここにまあダイニングテーブルの、まあ、どんな椅子でもいいと思いますけど、浅めに座ってもらいます。はい、頑張ります。浅く